おはようございます。今日はね、お時間ということでですね、ゆとりパーク多摩川、萩市にやってまいりました。あ、福さんとかもいた。おはようございます。初めてだけ場所も知らんし、この前ありましたもんね、2回、うん、あ、2回じゃない、1回、そうそうか、だってキャンプ場ここからこう行ったらいい、うん、すぐ。この辺でコンビニあるんですかね。あ、どうした、ちょっと行こうラオさんが今日日曜なんで馬券買わないといけないんで。出たの、お前はい、久しぶりですね、ゆとりパーク多摩川にやってきました。早速ね、ビール片手に、まずは設営もせずにですね、買ってきたお弁当を食べようということで、もピクニック状態ですね。今日の夜はほらバラエティパックがある。おお、やる気満々だ。やる気満々よ。やる気満々じゃね。おかしいな。いや、なでます。これが道の駅で買ったお弁当ですね。何でしたっけ、イカとイノシシ、イノシシのコロッケですね、うん、これが店長さんおすすめの切り干し大根、イカ、イノシシコロッケ、うん、いや、美味しそうですね。それでは久々のそのお産、はい、乾杯。半年だっけ、今回4月、最後やったら3月だっけ、2月か3月でしたよ、あの小鳥の3回連続ぐらいでやってね、うん、あれっきりだったっけ、小鳥2回、小鳥2回と、あそこへ1回行ったもん、大原と大原で、うん、たこ焼きくん参戦の、うん、これソースなの？醤油かと思う。あ、ほんとだ、あっちゃん水田の切り干しから。あ、ほんまで蚊がおる。え、俺新肉持ってきてねえぞ。ここヤムジャケある？うん、炊く？うん、みやい、くるくる蚊が、うわ、すげえここ。マジか。あれ、道の駅です。お疲れ様です。温泉がある。なんかブリ刺されるんだけど。ちょ、待てよって。ここ行く。好きっすね。こっち来て映るとこでやらんかい、お前ら。よかったら、どうぞ。ほら、ほんとだな。いただきました。え、なんで恥ずかしい気がだけ言わせて言うと、ね、ハッピーバースデー45。ーーいや、おめでとうございます。5になります。まだもうちょっとだけなんですけどね。ありがとうございます。すごい。いや、もうちょっとかな、どうかなと思って。日高に来ると今度暑いんだね、これ。いや、もうビールが進む、ね、これあそこいい位置なのにね、蚊がおるのはちょっと。でかでおうだ、蚊がおるけ、3カ所噛まれたもん、すでに。ユニグレーのおばず買ってしまった。会話にしかない。アホなんですよ。いや、それほどまたあの、フリマやってもらわんといけない。フリマやってもらわんといけない。これで今、リッジラインを張ってるところなんですね。そうそう。ちょっと向こうの木には申し訳ないけど。リッジラインってのがそもそも、わかんないですよ。から、はい、これにタープバサッとかぶせて。あー、そういうことか。そうそう、それ用のライン。あー、こうじゃないかな。そうじゃないかと思ったら、そうだった。おい、そこよし、これ親父。じゃないと。え、それまた焚き火で新しいやつですか。うん、これとこれを買った。これとこれっていうのがちょっと意味がよくわかんない。2つしか買えんが。頭おかしいじゃん。いや、それほどね。照れる。焚き火本舗、こっちはね、天幕の。へぇ、こっちはパーゴワークっていうところだな。初めの、初めのカレーパー、左向きか。
しれっと霜を挟んできます。しれっと。お父さん、お日様高いよ、まだ。おお、こういう風になるのね。へえ。トング剣ごとく。あ、そうなんだ、そうなってんだ。うん、トンビ。おおおお。それトンボ？あ、これ向きが間違ってるわけじゃなくて、こういうあれなんだ。ん？いや、俺もあの何回も あんまり使ったことがない。まだ1回しか使ったことがないし、ようわからんなんだけど。ほい。おお、これがトンビ。これがトンビ。結構よく燃えてくれる。あ、そうなんですね。こっちなんでしたっけ？これがね、忍者ファイヤースタンドっていう。忍者ファイヤースタンド。これじゃあ今日夜どれか使うわけですか？トンビの方使おうと思うけど、トンビの方がいいかなと思って。あ、うん、これじゃあ寂しいだろう、小さいし。すごいですね、なんか久しぶりにこんなキャンパーみたいになってますね。最近触ってたんで、立ち上がったりとか、持ち下とか。多分1年以上ぶりとかじゃないですか。私もつい車中泊しちゃうんですよね、簡単で。まあまあまあ、関西のタープが一番なくて。車中泊になれるとね、本当にね、払いになるけどね。島さん、これは見せたっけ？なんすかそれ。え、さっちゃんこいつ。ヘリロックスのグランドチェア買ってる。あ、本物っすか？本物。まさか。こいつ、パチマナ、パチマナ。そういうの本物じゃないか、お前。パチマナ、パチマナ。大差ない。大差ない、大差ない。パチモンだけ、パチモンだけ大差ない。本物と俺が持ってるのあんまり座り心地は変わらんよね。値段は多分4倍とか。いやいや、1万2000円とか。あんぐらいじゃなかった。いや待って、俺の5倍ぐらいするんだけど。だけあんまりあの何を買ったか覚えてないんで。おかしいけど。今出ていろいろ出てきて、あのそれこれ見せてなかったかなって。もうすでにだって、ちょっと待ってくださいよ。トンビが1万4000円ね。で、テーブルが4センチだろ。で、忍者、うん、ファイアスタンドがあれが1万か。で、このヘリノックスでしょ。が1万です。で、全幕があれ1万か。あ、円幕の全幕が1万ぐらいじゃなかったっけ。1万4000ぐらいだったっけ、あれ。それとあの、コールマンのコロコロ。あーあああ、そうか。ごめんごめん、俺、これ全部で1万5000ぐらいだっけ。裏ボックスも買ったんだ。クラボックスいいね。あれも1万5000円ぐらい。これ足せて1万5000円ぐらいしかならんと思う。クラボックスが1万5000円ぐらいだったと思う。あ、でもクーラーボックス入れたら1万5000円超えるんじゃないですか。クラボックス、あれはあれ、あの昔から持ってるやつ。ああ、釣りしようか時。あれ、なんか忘れたよね、もう。20年ぐらい前のクラボックスだっけ。ああ、じゃあその3万4万とかするようなあれじゃないってことですよね。そんなに高いもん買ってないと思う。ああ、買ってたら覚えてますもんね、絶対。うん、これでも結構保冷力あるけどね、台湾ジャッキ。ああ、やっぱ釣り具メーカーが最強っすよ。そうそう。え、ただなんかいろいろ持ってきてるぞ。あ、これは火にかけられるやつ。シリコンってことですか。うん、胸とかね、シリコンボールよ。入れようね、シリコンボールって。調子出てきたぞ、お父さん。お父さん調子出てきたぞ。持ってる。これシートサミット。ああ、シートサミットって前あのー、エアマットかなんか買ってた。あ、そう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 、あそこのやつの。だけどこっちは、そこがアルミになってるから。へぇ、この中にはコップと、やかんと、鍋が入ってるってことですもんね。コップ2つか。コップが2つと。へぇ、結構なんかコンパクトになるから。いますね。コップとかかさばるじゃん、結構重ねられなかったり。そういう意味ではね、いいかなと思って。夜間とか絶対かさばりますもんね。うん、やれよ、それで。めっちゃ重たそうっすね、それ。やれよ、それで。運動になれよ。え、ちょっと失礼します。あ、こっちからだよ、入れ。え、これ、両開きじゃないって。こっち、うん、どうやって入るんですか。開けちゃう。あ、待ってください。佐藤さんが遅いよ。あ、ちょっと待って、こっちが気になる。私ワンティグレスの用立ちますね。2つになっとるんや。そうそう、これをこうそうそう、カズさん、横とのガード、これを広げ
けながら。ここ？うん、そうそう、このまま。あ、待って待って待って。初めて乗った人のリアクション。ね、最初はそうなるんですよね。初めて乗った人のリアクション。後ろにひっくり返ると思った。これはね、2人用じゃけひっくり返らん。すごい。あ、まあ、なんて心地がいいんでしょう。これ、靴脱いで横になってもっと気持ちいい。ちょっと待って、靴脱げ。これやっぱ蚊帳がいいですね。うん、この何広々した空間が。それはね、もともとならんのよ。この棒を後で足したいの。買ったんですか、うん、わざわざ。そう。で、本当はもうちょっとこう、狭い。狭い、狭い。垂れ下がって顔に引っかかってね、イラッとするに。これぐらいある方が全然いいですね。だけ、DD タープのやつは、ここ全部みんなついてるから、DD タープ買った方がええよ。いや、私は来年は DD タープを買おうと思って。お金がある人は DD 買った方がええと。これアンダーもついてるんです？いや、買ったの、それ。別売り？うん。それもワンティグリス。あー、ぐいぐい来ますね、ワンティグリス。ワンティグリス結構ええよ。いやいや、いいですね、多いですよね。あれ、もともとサバゲの用品作るメーカーだけどね。あ、サダさんにぴったり。あ、違うの、カーベリですよね。私またさらにいけるんでしょ。いや、これはね、おろす専用みたいなやつ、ね、これでこんぐらいになるんでしょ、うん、これでまたポールつけたら、すごく広い。めっちゃ広い。やってやれんことはない。普通に2人は寝れますよね、余裕できる、できる。で、横に風も避けれて、スカートもあるし、スカートもあるし、スカートもあるし、基本は目隠し用みたいな感じですね。そう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 。今日前回ですね、大阪の龍さんという人とキャンプやったんですけど、その時にね、日本酒もらったんですよ。これね、アウトドア用コーヒー、あ、コーヒーじゃない、アウトドア用日本酒みたいな感じで開発してるらしいんですよ。新潟のなんか酒蔵で、このまま湯煎したりとか。パック？あ、日本酒、これなんじゃない？パックですか？パックの日本酒。あ、かわいい。あ、ちょっとなんか全部味は違うらしいんですけど、ね、なんかそんな感じみたいじゃない？かわいくないですか？だから厚感とかも多分すぐいけそうだね。ライトとかなんとかっていう、これなんかね、意味があるんですよ。デイズ、ディナー、表面ばっかり。ディナーだったら大吟醸で、ライト、あ、これが軽く飲みやすいってある。これはスッキリ。あとこれキレがある純米酒とか。美味しそう。これは熟成コシュ。ドルチェって甘い、あれ、あ、甘いやつかな。ね、甘くてフリー。ウィーの、フルーティー。あー、へぇ、こんなのすごい、いただいたんで、後で聞き酒、夜にでも。ワンティグリスだ。あ、ワンティグリス、めっちゃいい。この最初5000円台とかで売ってたんですけどね、今値上がっちゃってます。今多分6000円か7000円かぐらいに。これ、なんていうところのやつですか。これ何？千、ん？千鬼？千鬼？なんか俺が見よって良さげだけ買ったんで。あ、まあまあよく作っちゃうじゃんこれ。うん、安いわりに。ただめんどくさいね。うん、ちょっとね。佐藤さんと同じぐらいめんどくさい。ちょっとビリヤード、ビリヤード。やめ。これじゃ地面にぶっ刺す感じですか。そう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 。大概刺せんのよね、これ。うん。え、でもなんかカンカンってやつ。いやいや、もうプシって。あ、でも硬いところは無理かもしれない。ああ。佐藤さん、柔らかい？多分もうスカスカやないかと思う。受けてます。受けてます。ああ、反対。タップ。うん、反対の、反対の。裏表フォーチューンはやめてください。分かるやつは分かる。誰も反応がないってことは分からん。月刊少女のだけ。いや、ここになんか基地感出ますよね。何、そこへ立てろ。いや、いいんですよ。ちょっと、とりあえず、こう手で。これ、こうやって、こうやって。こう、基地感。あ、出る出る。すごい。あ、すげえ。刺さったら立ちますね、ある程度は。これでこう、ロープこう張って、うん、いいけど、いいちょっと持ってきだけやってみんにはどんなもんか。嬉しい。もう一息いったらあげるってくるかもしれないんじゃない。もう一息いったらあげるっていう話が出てくるかもしれない。明日はきっとね、私の中に一緒に
自分とこ立てるならきちんとって出た出た出た前を狙ってるぞ前を狙ってるぞえ、かっこいい。いや、どうやって立ててるんかなっていつも思っとったんですよね。ここ持っちゃった。はい、持ってます。角度どうするか。あ、それでこんぐらい。はい、何スズムシかなんかっすね。福ちゃんが泣きよんかと思った。これは基地感出る。出るよ。近場近場。このぐらいの。このぐらいでいい。あっ。あっ。もう一個ロープは。あ、持ってる。ペグある？あ、あります、あります。はい、あ、ピンと貼ったら、まああそこの針がなんか気に入らねえちゃった。なんかおがくつ、おがくつって言いますっけ、おがらひと興味あるんだったらあそこ売っとるよ。買ってきます。ちょっと500円で買おう。あ、なんか立った立った、立ったり興奮じゃん、あんたあんだけさっきまでお豆腐さんが来る前に下ネタ行ってそっからやめようって言ってたのに無理よ、無理無理もうペースが入ったじゃないですか。せっかくこれがあるなら私はもう焚き火台を出しましょう。いや、これ、あれ、どっちがあれなんかね、今気に入らんね、これ。なんか針が、あれですね、なんかここがね、お肌の針がちょっと、お肌もっとこっち側行かないといけないんじゃないですか。これ自体かな、もうたるいんじゃない、これ。なるほど、寸法ですね、多分採寸が、あ、いや、いい、いい、いいですよ。いやいや、いいですよ。これ絶対作りが悪いね、まあ安い時はしょうがないけど。いや、かっこいい。こんなことなら俺も人膜持ってくるんだったら。え、ちょっとここ座ってみてください。すごいいいですよ、基地感。うん、まあプライバシーは、まあ立ち上がられたらもう無理。よいしょ。おい、そこすごく良くないですか。本当だね。え、すげえ基地感が、プライベート感が。ちょうどこのテントの色にもよくあって、うん、ね、やっぱりコーデ的にはいいよ ね、ありがとうございます、サダさん。ありがとう発言やめろいや、なかったでしょうね、サダさんねじゃあ、アクション。あんまりね、焚き火しちゃないしね焚き火せんね。いや、確かに3枚ぐらい積んでる。主にどこに置こうかなと。まあ、サゴになってから考えようか。主にこの辺。でも、この辺意外と焚き火だけでなんとかなったりする可能性もないことはないかもしれないです。主に風が吹いたらダメですね。焚き火もまあ風吹いたらダメだけど。そうね。スクリーンあるよ。もあるよね。うん、俺は一通り見られますさ。それかあの辺のあのテーブルを。あっ、ここでやる？ここなんかガラスになりそう。全然意味ないよこれ。もったいないですよね。やっぱテーブル持ってこようか。仕方ないの。データまた。なんか始まったぞ、始まったぞ。始まった。今度はどこの？ユニフレームの。おお。これは前からあったんだけど、まだ袋まで。出してもない。出してもなかった。なんで二つも三つもあるんかってだから。おかしいね。俺も持ってたんだけどね。これに合わんかったから一体。違う違う。サイズが。これ何？ラージ。あ、出た。お高いやつですか。いや、そうでもない。1万2千とか。テーブルで1万2千、俺、ヨーダなんだよ。俺もヨーダさん。大丈夫。スノビで数万突っ込んじゃるけ。あのテーブルで。あれ、あれ、4万だった。4、5万ぐらい使っちゃるけ。一通り。それを考えたら。これがラージ？これラージ。ちょっとでかい。そう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 。ちょっと。だけこれの中にあのノーマルのやつが入る。おお、アブノーマルじゃない。それはサダさん。これは同じサイズってことっすよね。これとこれは同じサイズなんだけど。けど？けどがあるんだ。けど戦記だ。けど戦記。これがノーマルサイズ。これがだけサダさんが持っちゃったって。ああ、なるほど。まあそんな小さかったかいね。うんうん。サラ、じゃあそんなにいらんかった、もういい。サラ、あら、サラ来なかったじゃないですか今。いや、さっき言った。あ、さっき言った。あ、もう一巡しちゃってるんですか。一巡しちゃった。
一周回って前だったっけ。俺が乗り遅れてたもん。サラサラって言い寄った時から始まったよ。さらわれたって言い寄ったんだけど。一枚二枚。ああ、よう冷えちゃう。切れ味は鉄の方がいいんだけどね。錆びる系の。ああ。処理したら。俺全然やんないからこっちの方がいいですね。あ、切れます切れます。まあもう切れが悪いけどね。それは聞いちゃうだけよ。あそこ受けて。いや、こないだ本当本当真面目な話、こないだ背中が痛くなって、でもう尿が頻尿の状態になって、あの腹部エコーの時にも石が見えるって言われたって、腎臓降りてきてね、痛かった。へな、ゴロゴロゴロって出てきたのが、あー痛いって。いや、あの、なんとか結石ってやつですか。尿道結石。尿道結石、地獄の苦しみという。あれ、医者行ったらビールでもええ、何でもええから飲みさって、それであの長飛びしたら落ちる。先生、いや、それは先生、あの痛さ知ってますって、知らん。もう年寄りの会話だから病気と孫の話。いや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 、まだ孫いねえし。これあれです、キャンドゥ。ああ、見た見た、これ、はい、これええよね、メモリついちゃって。いや、そうなんですよ、ね、メモリがね、ちゃんと50単位でついちゃうけんよ、これ。新しい高っ。チタンのセラカップですか。チタンのセラカップ、今年で今年だけで5、6枚買ったって言った。だから、なんか硬いようなもんね。やったらいいです。やったら多分落ちると思う。本気よく。うん。ステンレス、こういう時にあの風で止まんで、まあ、重たいけどね。チタンはね、振り返るんだけどね。こういう時はね、やっぱステンレス製がね。いただいてもよろしいですか。もうね、天体観測はね、子供たちのね、夏休みの思い出だった。もうカレー州のカレーと子供より、あそこのお父ちゃんが一生懸命だったよ。そうそう、お父さんすごかったです ね。食いつきが、食いつきがもう宇宙戦艦ヤマトからいろんな話をその世代やなと思って。これあの、はい、カツオをどうぞ、はい、まだこれ何もつけてないんですけど、ない、俺は塩マヨネーズなんですけど、川崎青く輝くって歌わねえけどなるじゃない。ブルー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 シャーッ、あ、違うな、ノブル、途中から変えるなって、うん、ブルーノアだったっけ、うん、ブルーノアって知らんだろ。わかんない。ヤマトに押された影が薄かったアニメ。あれも宇宙戦艦なんだけど、宇宙空母、空母か、宇宙空母。ポザルメ、ポザルメだろ、うん、本当ですか、これ、長さんのこれ何、俺のからかい、あ、わかんない。あ、サバさんも、うん、ポテサラこれ何が入ってる、天かすですか。お、よう分かったね。よくわかりました。天かすと天かすと青のり。うーん、あ、パセリじゃないんだ。はい、青のり。なるほど。それでまた余計にうまい。うまい、本当にうまい、うん、これなんかあっという間になくなりそうな天かすありですね、これ、うん、うまい。オピネルってなんかいろいろあるじゃないですか、番号が、うん、あれってやっぱなんか違いがあるんです。要はなんか日本の包丁ってなんか 今8番持ってきたんですけど、これちっちゃいのが9で、大きいのが10。ちょっと違うやろ、多分手に持った時全然。そういうことか、絵の持ちやすさ、うん、とあと歯の長さ。そうすると女性だとこう小さい方が持ちやすいか。でもそうでもないですね。歯の長さで選ばんと、なんか1世紀切るぐらいだったら8でも全然いいんですけど、野菜とか切ろうと思ったらもう8だとちょっと短い、うん、キャベツとか無理なんですよ。あ、確かに、これでも短いよね、うん。これは料理だけじゃないですよね、いろんな意味で使われてる。いや、基本料理だけですよ。あ、そうなんですね、うん、オピネルは。なんかその、なんだっけ、これ、いや、ダメだ。ネタなんか、あれはバトニングとか、ベリーナイフと思って使った方がいいと思う。それの歯がしまえるやつ、うん、使い勝手が分かんない。大体みんな黒刃買うんやね、黒刃っちか鉄の方。どういうこと、どういうこと。これ鉄線で言うと鉄がある。あ、ここの歯に、うん、歯に。それは鉄って錆びません。錆びるけど、みんなそれをね、処理するのが紅茶かなんかにつけますよ。紅茶にとぼってつけて。え、それは初めて聞きました。常に投与らんといけんような。いや、タンニンで要は被膜作るんです。酸化被膜を、はあ、使った後に。いや、使う前に処理する。で、その新品を、要は一回膜を張って錆びさせてるような形になるから。そうそうそう、酸化鉄。何持ってたの。あ、いや、これの追加を。まだ、たくさんあるけ。
あ、火を通しよったんだよ。はい。あ、それ蓋が外れんのじゃ。外れるか。外れます。外れるってすげえ不便。もし使えばこれもありますよ。オリーブ&ガーリック。あ、いいじゃないですか。で、まあ、前回辛かったやつですよね。キスしちゃいけんやつよ。出た。なんで俺こんなもんが入ってるんだろう。これがユニフレームの包丁。たこ焼き作ろうとしたとか。あ、分かった。これタイヤパンク出してあるけど、ね、これセットですか。このそれからエンブレムを剥がして、これはあのサヤも一緒、これでも樹脂だ。そんなやつ今頃おらんから。たこ焼きね。たこ焼きのやつ。私も持ってきましたよ、前たこ焼きのこれ。あ、マジですか。はい、今日たこ焼きって聞いて、桜が吹雪花粉です。アンデイズだ。甘くたんで六本木真珠でした。今日皿一枚。さらわれで。いやいや、その下皿あれ、まあそれでもいい。それでもいい。あんまりなんか。よい。どっちやねん。どっちやねん。それどっか汁捨てねえけど。いやでも漏れないもんですね。うん、尿漏れ品。あそっちじゃなくて。いや、アイラップが結構やっぱ強いですよ。アイラップはね。本当に。売ってないですけど、うん、そうなんよ。ジップロックもやっぱりそれなりに強いかなと思うけど、あのその程度でもったいないよね。あのファスナーがついてるやつ、うん、この湯煎すると、はい、湯煎で終わっちゃいますからね。そうそうそう、もうしなしなで使いようなので、うん、しなしなで使い物にならん。もう切れんじゃないかお前。どうしてくれるんか。いや、今のは拾わにゃいけん、拾わにゃいけんところだなとは思ったんだけど。いただきます。よう切れるこの、うん、めっちゃ量ありますよ。これはね、もうだって蓋、ニトリ、ニトリの包丁。胸肉2つあるけど、まあ、さっきのケースに入ってたんですか。これは別々、これで作るのやめたんよ俺。暴力を振るわれました。おい、問題発生。暴力を振るわれました。流血沢ですってこと。確かに血は出てます、ね、でもだってあと1ヶ月半ぐらいで今年が終わるっつうのに、なんで蚊がいるんだって思いますよね。本当ですよ。これだけしかもヤブカイ多いとも思わなかったな。ここじゃけえかね。あっち行ったらおらんだろうね。あ、いないんでしょうね。多分ここが影じゃけ。ああ、まだあれですかね、今年まだ生き残ってる。そうだろうね。やつらってことですか。ちゅうことは夏ここへキャンプじゃすげえってことだよね多分。うん、確かに夜寝れんぐらい蚊がおるんじゃない。でもあんなとこじゃできんですよね、暑くて、うん、夏はね。夏はね、ここは無理。暑くて、明日の朝だな。どうなん、あまり変わってない。変わってないよ。さっきからずっと雲一つないですからね。ない。あ、止まった。今度カメコ。カメコ。カメコが。あ、とうとう日が陰った。トリコか。カモナベ。泳いでました。